ね、いろんなまあ忘れることもあるというね、忘年会ですよ。ちょっと今日は盛り上がりってどこがどう編集されてどうなんのかが分かんない。どうなってるんでしょう、ほんまに。まあ私的には見どころはジュニアさんが果たしてこれやってるかっていうところですね。そうですね。そうなんや。なんでだろう。千原ジュニアが名古屋の居酒屋で2018年の忘年会。パンサー尾形の嫁が抱く意外な野望とは。大食いのテレビに出たいみたいな。はい、夢なんですよ。西山真紀は夫早乙女太一との夫婦仲を告白。どうですか。いや、待ってください。いやいや、大変や。さらに、テツ&トモが営業に呼ばれまくる、その人気の訳を語る。20年間やってこれたのも、なんでだろうさんがいたから。全然年上ですけど、お前何言うの。最後はお客さんを巻き込み、なんでだろうで年忘れ。2018年の飲み納め。千原ジュニアのへぶれけ忘年会スペシャル。酒ばっかり飲んでますわ。ほんまに。なんでですか。いやいや、これで。もうこれで。これで。本当に。はい。昨日、お台場から恵比寿まで乗ったタクシーの運転手さんが。これがもう楽しみでしゃあないです。じゃあ今日も見てくださってるかも。さあ1軒目のお店はこちら、魚河岸酒場福浜急柳橋市場店です。いらっしゃいませ。どうもいらっしゃいませ。お世話になります。あら、いいですね。いいやんか。名古屋駅から徒歩5分、今年10月にオープンしたばかりの魚河岸酒場福浜急柳橋市場店。看板メニューは贅沢に分厚くカットした厚切りてっさや、この時期にぴったりな本格てっちり鍋などのふぐ料理、焼酎や日本酒などお酒も豊富に取り揃えた名駅エリアで今注目のお店です。飲み物どうされますか。どうされます。寒かったらお湯割りでもいいですし、でも私はビールにします。とりあえずね、いっぱいビールを2つください。結局独身ですよね。分かんないでしょ。12月30日までにもしかしたら結婚してる可能性も。そうですね。なきにしもあらずです。忘年会でなんであのことを話せえへんねんっていうぐらいどでかいのがこの1ヶ月年内にまだあるかもですからね。そうなんですよね。失礼します。マースさん、この度はおめでとうございます。ありがとうございます。恐れ入ります。びっくりしました。ロケをした日が結納の前だったので、本当にどうなるかわからないので、嘘はつけないので、ちょっと含みを忍ばせた感じにしときました。ちなみにジュニアさんにはこのお話ってもうされたんですか。もちろんリリース前に LINE をしました。もう私はですね、ヤフトピを見てジュニアさんの結婚を知るという本当に悲しい経験をしましたので、きちんとですねメディアにリリースする前に、ジュニアさんには LINE でご報告しました。なるほど。じゃあ今後もよろしくお願いします。はい、引き続きおもろい話ができるようにたくさん飲んで食べて、とりあえず頑張ってまいりたいと思います。生ビール。はい。ありがとうございます。どうも。あ、お疲れ様でした。2018も。どうですか。今年いろいろありましたけど、今年といえば。いや、オリンピックとワールドカップじゃないですか、やっぱり。あと大阪万博が。そうか。サンキュー。こんにちは。どうもすみません。失礼します。すみません。お願いします。どうもお願いします。パンサーです。よろしくお願いします。すぐ回ってしまったんで、カメラがご挨拶できなくてすみません。すみません。すみません。お願いします。1軒目のゲストはパンサーの尾形と菅。後輩2人に対するジュニアの意外な評価とは？あれ、なんで2人な？今日、向井がですね、東京の方の全国ネットの生放送出ておりまして、あっちを撮ったみたいな感じです。そうなんや。お二人はどれぐらいの仲の良さなんですか。俺はね、いやこの2人はそれはもちろんね、どうというかわかんないですけど、俺もものすごい好きなの。嬉しい。マジっすか。いやマジだ。めちゃくちゃ嬉しいっすわ。チャンネル登録お願いします。本当ですか。ほんまにね、この尾形のこの嘘のない全力投球は俺もうほんまに見上げたものだと思う。うわー嬉しい。サンキュー。意外と吉本っていい品も、はい、ここまでこう純粋に全力でやるやつって。はい、あすみません。あすみません。とりあえず乾杯させていただきます。すみません。ありがとうございます。良かったですね。良かったっすわ。本当に悩んでることもいっぱいあったんで、僕だって35年ローンで家買ったんですよ。頭金なしで、で終わるのがだからローン終わるの75歳なんですよ。もう俺この芸風でやっていけるのかなっていうのが本当思ってて、これだって年取れば取るほど面白くなっていくやん。うわー嬉しい。これちょっと DVD 焼いてくださいよこれは。自分で撮ってるんだよ。本当に嬉しいわ。開始3分の汗のかき方じゃない。尋常じゃない。そんな番組ちゃうでこれ。楽しく飲んで食べて。そういやだからお家買われたってからすごいなと思って。だってほんでまたヒロミさんにやってもうてな。めちゃめちゃしゃれて。俺あの話聞いて俺もうほんまにこいつって。ええやつなんやなと思うんだけど、ヒロミさんが番組でリフォームしてシャレシャレな家にやってくれたんなら、近くの人はここが尾形の家やって分かってるから部屋見せてください言うて近所の人が来るんですって。あはい言うて入れるんですって。そうっすよ。そんなことあります？モデルルームに住んでるみたいなことになるわけですよ。なんで入れんの？いやもう見たいって言われるんで。それはちょっとプライベートなことなんでって言ってもあれやけど、でもそれもこう入れてあげるというかさ、すごいよな。アイスコーヒー出して。そうですよ。アイスコーヒー出して本当に嫌ですよ。なんかこうガラガラ入られてくるのは。でもそんな知らないと家入られると絶対嫌やわ。いやでも仕事俺後輩でもこいつちょっと嫌やなみたいなやついるもん、家入られるの。でっかちゃんギリアウトやから。いやいやなんとも言えないですけど先輩ですから。いつもここら辺濡れてる感じが。確かに。でもめちゃくちゃおしゃれになってすごいな。今でもちょっと鳥の戦国時代やもんな。そうですか。そうなんですよ。花子がまた花子が撮ってでロバートがいてでジャンポ系いてジャンポ系いてなんとか残らないと。どこがやっぱ一番こう気になるの？どこの動きが？でもやっぱジャンポ系じゃないですかね。やっぱりずっと一緒にやってたんでずっと一緒だったんで、視聴者目線でもそこがなんかちょっとなんか被るっていうか似てる感じします。まあベタにジャングルポケットさんですよねって言われるぐらいの感じやろうな。マジでたまに道歩いててジャンポケさんですよねって声かけられる時あるんですよ。その時はめちゃくちゃ嫌な対応してる。そしたらもう評判も下がらない。そうか。でも仲はいいんですよね。仲はいいですよ。仲いいですね。もともとはなんで結成されたんですか？だって3人全然なんかバラバラないんです。はい。最初は2人やった。いや違います。違う。いきなり3人です。いきなり3人。はい。だから別でやってた。別でやってました。コンビではコンビでやってました。で別にコンビでやってて。あそうだね。で向井は3人組でやってたんですよ。男前コンビみたいなのでやってて、で全員解散して、で僕はもう1人でやってたんですけど、3期尾形っていうのでやってて、でも全然ダメで、でも関と組みたかったんですよこいつ。前のコンビとかめっちゃ面白くてで組みたかったんですけど言えないじゃないですか、やっぱ後輩なんで。そうだ。言えなくないですか、後輩に一緒にやろうなんて。あんま僕プライドもめっちゃ高かったんでその時。ああそう。はい。なんで言えなくて、で僕ラーメンやろうと思ってたんですよ。ラーメン二郎やろうと思ってて宮城県で勝手にですよ。いやあるやんラーメン二郎。宮城県なかったんですよその時。いや違う。ラーメン二郎えなんか知り合いなの？いや知り合いじゃないです。もう漠然とですけどもうラーメン二郎やろうと思ってでもうあの宮城に帰ってラーメン二郎やろうって思ってて、もう地元に帰る3日前ぐらいにあの新宿を歩いてたんですよ。もう帰るって決まってた。もう決まってました。したら缶がもう 目の前でもう1ミリもこうなんですかちょっともずれてない感じでうわ歩いてきたんですよ。であもう神様がもう言えとラーメン二郎じゃないよお前はと噛んだっていうことで俺缶に「ちょっとおい!」って「食おうぜ」って言うとそこでその時缶はどういう感じだった？まずめちゃくちゃずれてましたね。体感的ですよ。いやいやそうですそうじゃないですよ。僕の体感ですよ。ちょっと多分全然気づいてなくてカーンって声かけられて気づくぐらいの感じ。気づいておの久々だな。新宿でばったりなんです。ばったり会いました。そんなことないですよ。でそこで立ってその場で言われたね。なんで今度ちょっと話あるから飲み行かないかって言われて全然いいっすよって言ってそれはその場で別れて、その別れた2日後3日後ぐらい本当にもうキンキンで今度僕に知らない電話番号から電話かかってきたんですよ。でこれ誰の番号だろうと思ってピッて出たら今度向井だったで僕解散して今一人でやってて。ちょっと菅さんと組みたいってちょっと思ってって言われたのがもう本当に同時期だったんですよこれが。なんで尾形さんとも話して今向井にも言われてるっつって「よかったら3人でやらないか」っつってそれで「尾形さんはいいよ」っつって向井も「あいいです」じゃあ菅がつないだんや。へえそれはちょっと運命的なものを感じるね。でもおのおのの反応は違いましたやっぱ。尾形はすごい多い方が楽しいっていう謎の意見言ってきたんですよ。尾形やばいいいじゃないですかみんなでわっと。向井は後々聞いてみたらいらない先輩が一人ついてきたっていう。2人でやりたかった。そうなんや。でもなんとかね。もうだって3人のイメージしかないわ。2人やったら無理やったんちゃう、ここ2人でも無理やったんちゃうと思うぐらいもう3人のめっちゃありがたいですね。そうはいでもやっぱり結婚してうち結婚するまで分かんなかったんですけど出てきた出てきました。ちょいちょい僕帰ってくるとゴミ箱にカップラーメンが4つぐらい空いたカップラーメンとかあるんですよ。でこの前は帰ってきたらテーブルでキュウリを30本ぐらいのきゅうりをずっと味噌つけて食ってんですよ。でもう大食い選手権に出たいらしいんですよ。めっちゃええやん。いや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 でもめちゃくちゃおもろいやん。もう毎日稽古してるんですよ。そのきゅうりが一番たまるから顎の力も強くなるらしくて噛まなきゃ飲めない。もうずっと練習して出たやん尾形の嫁で。で尾形の嫁で出るのって俺は聞いたんですけどいやもう個人で出ますから。あそこを使いたくて変にはいマジなんですよ。きついっすよ。でもほんま本性出てくるよな。そうなんですよ。あら出ます出ますうちもめちゃくちゃなんかこうほんま清楚とは言わんけどこうおとなしい感じのと思うけどバッてある日突然ゾゾスーツで踊り狂ってる動画とかこんな一面が面白すぎる。それどういうきっかけで見たんですか？送られてきたんです。その動画いきなりポンと。そう。ちょいちょいおかしいなっていう時はあってんけど、もうあかんもう解放しようと思ったんじゃん。面白すぎる。奥様は普通の方。いやだから普通ではないんですよだから。まあ一般の方なんですね。一般の人です。はい。いけそうですか結構いい線まで。そこそこいけると思います。そうなんだ。はい。いや稽古してるんで、もうどんどん胃が大きくなってるんで。今どれぐらいなのかちょっと確認の電話でもしましょうか。奥さんですか。うん、あ、いいっすよ全然。ちょっとじゃあこれスピーカーとかありますか。スピーカーでここ。もしもし。お早っ。あもしもし。早いね電話出んの。え？電話出んの早いね。うん早いよ。今日飯は食べた？食べてないよ。食べてない。うん。なんで？もしもし。もしもし。あ、はじめまして、千原ジュニアと申します。すいません、お世話になります。あ、いえいえ、今日一緒に番組出てもらってまして。はい。それで奥さんの話になりましてね。はい。なんか奥さんあれなんでしょう。大食いのテレビに出たいみたいな。はい、夢なんですよ。そうなんですか。それ日夜じゃあその特訓してんですか。もう日々特訓の日々です。あ、そうなんですか。はい。ちなみに今奥さんフルで一番調子いい時、はい、どれぐらいいけるんですか。チャーハンだったら、はい、1勝ぐらい。頑張れば今4号とかからすごい練習してるんですけど。もう4号はもういけるんですか。4号はペロリといけます。ペロリ。でもこれを尾形の嫁っていうことで出るのは嫌なんですよね。絶対に嫌です。それはもう実力でいきたいので。めちゃくちゃすごい。いや、それがあ、そうなんですか。はあ、じゃあどっかでもしかしたら尾形の嫁とは知らずに番組で絡むことがあるかもわかんないですね。頑張ります。面白いな。じゃあ、期待してますんで、いつかヘベレケに来てください。いっぱい来るスターになって。はい、ありがとう。あんま食べ過ぎないね、本当に。はい、じゃあね。マジやな。マジです。あの電話の感じ目指しちゃってんですよ。めちゃくちゃおもろいな。奥さんやな。大好きですけど。はい、どうも、神奈月でございます。前回はですね、私のふるさと岐阜からお届けいたしましたけれども、今夜は名古屋の夜更かしといえばこちらでございます。錦でございます。今夜は誰のモノマネに？神奈月のヘベレケナビ。早速ね、いい店を探して歩いていきたいと思いますが、骨折した足を引きずる。膝じゃないです。小指でございます。足ね。膝だと武藤さん。さあ、こちらにありましたよ。お店紹介いたしましょう。新年会におすすめのお店ということで、水炊き吟醸もつ鍋ゆのさんでございます。もうこの字が美味しそうです。錦三丁目にある落ち着いた大人の空間、水炊き吟醸もつ鍋ゆの。癖がなくコラーゲンたっぷりの黒毛和牛のもつを使った水炊きもつ鍋は、噛めば噛むほど旨味があふれ、まさに絶品。宴会コースも各種あるので、新年会にぜひおすすめしたい一軒です。来シーズンから読売巨人軍を指揮することになりました原辰徳です。いやー、今日は楽しみですね。来シーズンの英気を養うためにやってまいりました。アンパイア、ピンチヒッター、料理。はい、そんな選手はいたの。恐れ入ります。失礼いたします。すごいのが来た。タンしゃぶシーンの先駆け、30日間熟成した牛タン元を使った元祖湯のタンしゃぶ鍋。これ何枚ぐらいですか、今あるの。こちらがですね、約60枚以上ですね。60枚以上。はい、ジャイアンツでも今選手登録70人ぐらいですからね。牛タンちょっといかしていただきます。どのぐらいですか。こちらが30日の熟成した牛タンでございます。熟成牛タン。タン元の一番美味しいところのみですね。はい、熟成するとさらに甘みが増すんじゃないですか。ありがとうございます。いや、美味しい。もういきなりやっちゃおう。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。はい。美味しい。いや、タレがめちゃめちゃうまいですね。ちょっと中に何が入ってるかお伝えできないんですけど。うん。これだけは言えました。確かに菅野が入ってます。間違いない。おめでとう。エースです。2019年の新年会、絶品のタンしゃぶで盛り上がってみてはいかがですか。千原ジュニアのヘベレケ、チャンネル登録お願いします。